皆さんこんにちは。今日の知っとくはシワ予防におすすめの食べ物についての知っとくです。年齢を重ねていくと誰しもシワが気になってくるものですよね。シワは様々な要因によってできるものですが、シワを目立たなくさせることは可能なのです。シワが深くなってしまうのを防ぐためには、健康的な食生活を送ることが大切になります。今回はシワを予防する効果のある食品をご紹介していきたいと思います。ダークチョコレート。フラボノイドを多く含むダークチョコレートは、多くの健康効果が期待できます。ダークチョコレートの材料であるカカオは、皮膚組織への血流を増加し、真皮をしっかり保湿してくれます。そのため、シワの予防や症状の改善に効果があると言われています。酒。酒にはシワ対策の食事に欠かせないオメガ3脂肪酸が豊富に含まれています。オメガ3脂肪酸は、真皮が失う水分を補う働きがあります。肌がしっとりと柔らかくなる効果があるだけでなく、乾燥や赤み、ニキビなど肌トラブルを予防する効果も期待できます。細胞の老化を遅らせ、組織に弾力を与えてくれて、フリーラジカルをブロックしてくれます。肌を滑らかで若々しく保つ効果が期待できます。ブルーベリー。ブルーベリーの小さな果実の中には、たくさんの美容成分が含まれています。抗酸化物質が豊富で、酸化による細胞へのダメージを軽減すると言われています。ポリフェノールを豊富に含んだブルーベリーは、糖尿病の症状の緩和、コレステロール値の安定、そして減量促進などにも役立ちます。全粒穀類。全粒穀類には、食物繊維、ビタミン B、鉄分などの栄養が豊富に含まれているため、コラーゲンの生成を増やして、早期加齢を防ぐ効果が期待できるのです。また、全粒穀類は非常に強力な抗酸化物質なので、紫外線から肌を保護する働きがあります。ビタミン C を含む果物。ビタミン C が豊富な果物で、シワ予防におすすめなのが、いちご、グアバ、キウイです。ビタミン C を多く含む果物は、病気に対する免疫力を高め、皮膚のコラーゲンの生成を促すことが証明されているため、シワ予防に効果的です。また、キウイには抗酸化物質が豊富に含まれています。細胞にダメージを与えて、心臓病や癌を発病させるとも言われる、フリーラジカルを中和するとも考えられています。牡蠣。牡蠣は亜鉛が豊富に含まれていることで知られています。亜鉛は皮膚の再生や、コラーゲンの生成を促進する効果があります。抗酸化物質も豊富に含まれていて、体内の細胞を保護する働きがあります。そのため、シワの予防に効果があると考えられています。牡蠣は、髪と頭皮を健康に保ってくれて、爪を強くし、目の健康を促進すると言われています。いかがでしたでしょうか。シワを予防する効果がある食品を見てきました。肌に良い理由を知ると食べたくなってしまいますね。年齢を重ねてからはもちろん必要ですが、若いうちから対策ができていれば良いのでしょうね。シワが目立つと年齢以上に老けて見られてしまうので、シワ予防はしっかりとしたいものですね。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。チャンネル登録、コメントなどいただけると嬉しいです。どうぞよろしくお願いいたします。